ホイストはイギリスを発祥とするトランプを使ったトリックテイキングゲームの一つ。プレーントリックゲームに属し、4人が2人ずつにチームに分かれて勝敗を争う。18世紀から19世紀にかけて流行したブリッジの元になった伝統的なゲームである。世界的にはホイストはブリッジに淘汰されてしまったが、イギリスでは現在も最も人気のあるゲームの一つである。 ホイストの歴史は、はっきりしない点が多い。チャールズ・コットンのザ・コンディート・ゲームスターには、ラフアナーズというホイストによく似たゲームが、記されているが、手札は12枚で、残った4枚の一番上をめくって、それを切り札とするものであった。切り札の A を持っている人がその4枚を手札に加え、いらない札を代わりに捨てることができた。それ以外は、 ロングホイストと同様のゲームであったらしい。ホイストはこのゲームが元になっていると考えられる。18世紀前半に科学的な理論に基づいた戦術が確立されるとホイストは知的なゲームとして大流行した。エドモンド・ホイルが1742年に出版した映像とトリーテス。オンザ・ゲーム・オブ・ホイストは権威のある書として多くの番を重ね、ホイルという語が ゲームのルールブックの別名になった。20世紀になると、ホイストにビットの概念を追加したオークションブリッジや、その改良版であるコントラクトブリッジが発明され、元々のホイストが遊ばれることはなくなっていった。日本でも、明治時代にウィストウィストなどの名前で紹介されたが、ポイントトリックゲームにアレンジされており、本来のホイストはほとんど流行しなかった。ここでは、 最も基本的なショートホイストというバリエーションについて説明する。ルールは単純だが奥が深いことが知られている。ロングホイストはショートホイストよりも古いルールである。基本的な部分はショートホイストと同じだがゲームは9点選手で終了する。チームの手札の中にオナーカードが3枚または4枚あるとボーナス点が得られる。3枚なら2点4枚なら4点。 ただしオナーカードによるボーナス点は、オットトリックによる点数の後に加算されるが、このボーナス点によってゲームを取ることはできない。すなわち、例えば現在6点のチームが7トリックを取って、かつ4枚のオナーカードを持っていた場合、6プラス1プラス4で11点になるのではなく、8点にしかならない。ありがとうございます。